シリーズが、えー、パッチ5.4で無事に完結して、我々開発チーム、新しいコーナイドレイドの8人レイドの開発に取り組んでます。So, Eden, uh, new, uh, こちら、イメージイラストをご用意しております。Uh, details, なんかどっかで見たことある人かな このマークこちら、コーナイドレイドのタイトルとして「バンマデンパンデモニウムとし」というシリーズでお届けしていきます。 はい、えー。このレイドは、ね、どんな場所で、えー、行われるのかというのはちょっと伏せていきます。かなり特殊かなと思っています。 まあ今回ね6.0でハイデリン・ゾディアック編というのを綺麗に一旦完結させますので、まあ、それも含めてですね世界の、まあ、残された謎にまた、えー、挑んでいくという形で完全14オリジナルレイドとして、えー、お届けしていこうと思います。And はい えもちろんコーナーレイドはねコーナーレイドだけではなくアライアンスレイドもえ新しいシリーズをお届けしていこうと思います今進行中のヨルハダークアポカリプスえとニーヤシリーズとのクロスオーバーで進めていますまあこちらもねバッチ5.5また楽しみにしていただければと思うんですが我々開発チームさらにその次の えー、企画をスタートしていますで。こちらどんな内容なのかは次のデジタルファンフェスでお伝えしようと思ってるんですが今回は14オリジナルのストーリー展開でお届けしますがエオルゼアにある古くからある大きな謎を扱っていくのでまあ Deep so we plan to release more info on this new Alliance raid at our digital fan festival. But we'd like to tell you that it is a completely original Final Fantasy 14 original Alliance raid. It is not a crossover, and it will be centering on a piece of Azeroth lore that has remained steeped in mystery for a long time.